はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日もマージマンション兼コンビマンションやっていきたいと思います。さてさて、作ってまいりました。こちら、石畳を敷く、完了。いや、でもじわじわと迷宮が出来上がっておりますね。これちなみにこっそりこの録画館に、録画と録画の間にちょっと迷路をたどってみたんですけど、結構本格的な迷路ですね。花瓶、待て待て、一個下だな。了解。じゃあ作るか。結構これ一回売るか。なんか作りかけがなかったな、そういえば。いや、あるか。結構植木鉢の破片が出るね。昨日ね、久々にね、ちょっと緊急の用事で、職場にね、タクシー、電車とタクシーで行かねえかんくて、昨日久々に電車とタクシー乗ったんだけど、いや、なんか新鮮だったな久々に乗った。多分ね、すごい久しぶりに行った駅がね、その駅は本当に子供の頃行って以降行ってなかったかな。もうね、車で行っちゃうからさ近くまでは行ってもその駅利用全然してなかったんだけど、なんかめちゃめちゃ綺麗になっててびっくりしたすごい使いやすくなってて、うわーいっていう。いやー、物事は常にこう進化 し続けてるものですな。だんだん便利になる。よいしょ。だんだんちょっと追い詰められてるんだけど、スペースが。これでいいかな。この辺は売るか。じゃあ花瓶を置く。で、あ、袋ちょうどあるね。どうしよう、捨てたくないものがね増えてきたな。枯れたツタを取り除く。そして、ああ、ちょうど作ってあったクモの巣を取り除く。で、あ、これはね、イベントの時にね、たくさんゲットしていたんでね、もうたくさんゲットしたけど1個しかないんだけどね。じゃあボルトカッターを使って南京錠とチェーンを取り除く。はい、いいね。うん、草刈りバサミ売る。スペースが少し空いた。あ、そうか、こっちも空いたね。何しまっとこうかな。まあこの辺か。よし、
じゃあ草刈りばさみ。また高レベル隊がいるかもと思ってこっそり手押し車までは作っといた。問題はね、ちょっと回収しようか。結構これだけだときつい。樽型の道具入れレベル10とはいえ、あ、ちょちょちょとはいえ、これが切れた時にさ4しかない。4から出てくるものがもうしょっぱい。あ、もういっぱいか、いっぱいか。これ売っとこ。うん、さっき青い宝箱はゲットしたっけ、した気もする。とはいえ一周回さなきゃいけないからもう録画外かな、録画外で出しておく。明日あたりイベント、明日か今日あたりイベント始まるんじゃないかという予測なんだけど、何かのイベントが始まるんじゃないか。というわけで、枯れたツタを取り除く。結構進んでるぞ。なるほど。出るかな。運要素強めだよね、あの辺は。こっちだったら楽なんだけどな。掃除と洗剤の方だもんね。洗剤が運要素。お、出た。あ、たまにね、こうやって一発で出ることがあるからね。収めていきましょうか。苔を落とす。うん。次は、はい、レベル1のやつだね。おっしゃ。でこっちの方はね、セメントの入ったバケツはいっぱいできすぎて1個売った。悲しい。しょうがないね。アーチを修復する。はい、ほほ。宝箱と水の瓶レベル3かな。町だな、水の瓶は。じゃあとりあえずこれだけ作っとくか。あとは町だな。じゃあその間に余計なことしない方がいいかな。この間にですね、受け取るものは受け取ってる。これ結構待つよね、この回してけば葉っぱあるけど、それはそれでめんどくさいな。でも回していくか。多分これ出てくるの2分ぐらいかかるのかな。ちょっとカウントしたことはないんだけど、
2、3分かかる気がする。でこれだな、受け取ってないアイテムがあるので受け取っていくか。こちらちょっと B カードは残しといて、ブルーカードだったっけ、他はないか。じゃなくてこれかな、コンクリートミキサー。これ受け取っただけで。コンクリートのような石頭じゃダメだけど、優柔不断はもっとダメ。あ、マーディーっぽいっすね。いいね。石材回収。一体何の材料になるのだろう。床とか壁の補修だね。そして石膏用でいい、石膏用工具回収。どんなに硬い石でも加工は簡単。へい、こんなとこかな。他なんかあったっけ。こっちか。あ、宝探しのメモでね、2ダイヤくれる。ウルスラって読め、あ、アナグラムで。待って、うるすら、あ、5が S に見えるってことか。5が S で、4が A かな、アルファベットの。多分そう読む形にしてるんだろう。なるほど。残りはB カードのみだよね。 B カードもちょっと使いどころ迷ってるから、まあちょっとこのまま置いとこうか。さて、まだ出ないなどうしようかな。回していくか。ちょっと待ってね、4つなんか出してと。そういえばこの間耐えきれずにね、もうスペースを空けたいがためにこの種を、鉢に植えた低木の種を買っちゃいましたね。で合成しまして、なのでこれがね9、8となってるわけですね。もう倉庫のスペースを取っていたから、ちょっとこれしばらくお付き合いくださいですね。これ、これ貯金箱が多分1個しかないよね。明日になったらね、また最大のが作れるから、また回収しときますね。そう、前回いっぱい回収したんで、コインの方が11,800になっております。そう、この辺にあるんだけど、待ちきれんので、こっから出させてもらって、たまにねこれ貯めとくとね、この待ち時間短縮。ツタを飾る。へい。で待ち時間待てば出てくるんよ。これはまずは、まずはこれ、とう、3、4、5、6、7、8、9、10、まだ大丈夫。どうするかな、これ待っても さすがにないな。
うしようかな。いやでも明日まで待つほどの内容じゃないので、ちょっと待ってよ。回してっか。まだちょっとあったはず。なんかいいアイテムないかな。時短1時間ぐらい使ってもまあいいかなって感じがする。時短使うか。いっぱい。よし、これは売っておこう。じゃあ時短を1時間だけ使う。えい、出た。これで生け垣の穴を塞ぐ。完了。塞がれた。そしてふんふんふん、待ってよ。まずはじゃあ先に作るか、これを。草刈りバサミを作る。手袋をどれくらい置いとくべきなのか永遠に悩んでるんだけど。手袋、さすがにこの数はいらんじゃろ。待って、インベントリに4つ、半端なやつ1個あるから、ここにも1個あるしね。そんなにはいらんじゃろ。5つあれば急な備えにも対応できるじゃろ。どうだ。よしよし、これも回収しとこう。で、あとはこれ、どうするかな。ちょっと使っといてもいいかな。あ、ちょっとじゃないよ、これ空にしなきゃいけないんだだよね。そうそうそう。でもまだこれ親切な方かな。空の袋何枚重ねとかなるともう地獄みたいな感じになるからね。ツタを取り除く。イエイ。もうじわじわしか進まんね、ここ。おう、古いサッカーボールを取り除く。それはサッカーボールだったのか。おーっと、使うね。割れた古い花瓶を処分する。よしよし。で、草刈りバサミを鬼のように使い捨てるね。まあ、作るか。そろそろ切れる気がする。なんか手袋使ったから、これが出てきちゃった。これは売っとくか。あれ？草刈りバサミ。やっぱでもレベル10は強いな。売る。
出てくるものがやっぱ強強です。早くレベル11にしたい。最強のこの樽型を早く拝見したいぞ。目に物見せてほしいね。16秒。今日は何の日だっけ。あ、なんか国際アマチュア無線の日とか書いてあった気がする。無線はよう知らんけど、なんかすごいよね、海外の人とも電話とかできる前からさ、無線さえあれば交流できるっていうね。でも誰とつながるかわからんっていうのはちょっと面白いものがある。今はでもまあそんな時代ではないのかもしれないけど、当時ならではの多分面白さがあっただろうな。今はなんだろうね、国際的な電話とかするとなんかもう犯罪に使われてるかもしれんとか思われてしまうよねきっと。当時のさ、なんだろうね、無線とかさ、鉱石ラジオとかさ、天体望遠鏡とかさ、なんかその辺の単語ってさ、ちょっと心をくすぐるよね、単語だけでもね。できた。では枯れた低木を剪定すると。結構進めたつもりだけどあんまり進んでない気もする。タスク的には結構数やった気がするけど 1-2% しか進んでない気がする。いくか。よいしょよいしょ。まあこの辺は回収回収。時間はまあまあ経ったな。さすがに10分とかだったらちょっと動画つなげちゃうかなってなるけど、まあまあ20分もあれば。つなげなくてもまあいいかなっていう。これは売る。あ、とうとう一箇所切れた。花瓶を求められすぎている気がするが、まあこんなものか。回収回収回収。これは売る。よいしょ。あ、2箇所切れた。そろそろこいつも力尽きる。あ、どうしようかな。何時間待ち？ 5 時間待ち？ 5 時間？こんな待つんだっけこれ。マジか。でも時短使うほどじゃないかな。どうかな。でもこれ1個使っちゃうかな。多分ね、あの身受け取りの方に、地下の方にね、まだまあまああるので使おう。あ、そうか、出てくる。忘れてた。売る。
とりあえずこうしといて、蝶々は売るかな。で、できればね、クリアしづらいタスクのところで止めときたい。これ時間かかるなっていうタスクがあるので、おそらく今のタスクそんなに難しくはないんだよね。時間が少しかかるだけで、あの待ち時間というか。売る。で、新しい花瓶を置く。ふむ。で、ユリの花を飾る。OK。で、あ、これもちょろいね。よいしょっと。OK。じゃあ、古い鳥の巣を取り除く。よしよし。これで、だいたい全体の4分の1くらい。いや、まだ行ってない。ナイフ。1個のタスクで、1% 進まないのか。ちょっと待ってよ。1% 進まんのか。ちょっと待ってね。よいしょよいしょ。そこの部屋打っとこう。必要なのがなんだっけ。ナイフ、ナイフ。この辺回収しとくか。ナイフを作るよ。あ、もうできてたのに何を。伸びた雑草を刈る。よしよし。お、二つにやっとタスクが分かれた。分かれるとね、ほんと助かる。ナイフと、待ってよ。ナイフと草刈り休みと、種袋から。ナイフからかな。ナイフできた。雑草を刈ると。よしよし。畑。うん、種袋いきますか。よし。殻の種袋ね。体力ないけど、まあ余ってるので使う。殻にせねばなりません。半端。じゃあ収めてこよう。枯れたツタを取り除く。うん、これまではいけないかな。どうするかな。いや、でも回復、回復したし、やるぞやるぞやるぞ。とりあえずちょっと邪魔なものを回収して、
くぞ。そういえば、あ、空きがあるね。何かしまっとくかな。この辺。とはいえ手押し車はまあまあ重たいタスク。レベル9だっけ8だっけ、それくらいだね。回収回収回収。体力はいいとして、途中でタップ数が尽きた場合どうするかなっていう。あれ、通信状況悪い。 Wi-Fi あるけどな、我が家に。今必要なのはですね、これの一個上。できれば遠慮なくバンバンの斧が出てくれると助かる。斧で思い出したけどね、斧とさ、マサカリってあるじゃん。結構ね、用途が違ってね、違う使い方すると危ないって聞いてびっくりした。あ、ちなみにね、よくイラストとか漫画とかでちょっと書かれてるさ、金太郎が持ってるさ、マサカリ、あれね、大体のイラストで斧か旋風バトルアックスが書かれてるんで、あれね、マサカリちゃんと書いてあるイラスト少ないかも。マサカリってね、形がなんだろうね、特に刃のところの形がアルファベットの小文字の N みたいな形になってんだよね。刃の形状が。じゃあタイヤを撤去する。よしよし。またこれか。まあでもこれはロッカーにちょっとタスクが集約されとるので、やりやすいっちゃやりやすい。そうなので、そのなんか刃の形がその N、アルファベットの N っぽい刃の形をしとったらまさかりかな。ね、役割がね、巻き割りとかはね、斧でやらないとね、危ないんだよね。刃が外れる。そうです、刃が外れそうです。あ、ブラシ合成しちゃったけど、あ、まあいいや。一回これ売るか。でも人生でマサカリ使うことはないかな。マサカリってね、何に使うのかなって思ってたら、木の表面をこう平たくカットしたりとか、表面をこうスライスみたいな感じで皮を薄く剥いだりするときとかに使うっぽい。
でね、巻き割りに使うとね、そのテコの原理で歯が外れちゃうんだって。苔を落とす。完了。ヘルメット。まあ、はたき作れそうだったら行きますかな。これのね、上なんだよね、一個。いけんことはないのではという。でもロッカーのタップ数少ないからな。なんだかんだでいい時間になってしまったな。はたきやりたい。はたきは。やってしまいたい。いやでも結構厳しいかな。いやでもここまでできたら、あ、使う。もうちょいなんだけど、もうちょいなんだけどな。よし、あと一歩。これで畑が完成。いい。よいしょと。クモナスは取り除く。オッケー。はっ、タスクが一個になってしまった。ヘルメットいくか。ヘルメットよっぽどじゃなかったらすぐ作れると思うんだけど。よっぽどじゃなければ。じゃあ、あ、よっぽどかもしれない。この一個下なんだよな。硬くなに出ないか。これは出ない予感がする。オッケー。で、柱をまっすぐにする。オッケー。草刈りバサミ。ちょっとこの状態で置いとくか。そう、この状態はいっぱいかな。いっぱいだね。あ、でも草刈りバサミもうこれ尽きてるからな。やめとくか。ここまでにしとくか。よし、じゃあ今回はちょっとここまでにしようかなと思います。あ、でも進んだパーセントとしては 6% ぐらいかな。タスクの量結構こなしたと思ったけど、まあまあこんなもんですかね。じゃあ次回は枯れた低木を刈るからスタートしたいかと思います。明日までにはひょっとしたら違うイベントが始まってる可能性もあるというわけで今回はここまでにしたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。